高田先生、重大発表って何ですか？ついに武田塾2023ルートが完成しました。武田塾の無料受験相談を申し込んだ方に先行してその新ルートをプレゼントします。今すぐ無料受験相談を申し込んでください。皆さんこんにちは、武田塾の武田です。清水です。今回は、それ知らなくて志望校って言えるの？について扱っていこうと思います。どんな情報を持って受験勉強を戦うかで、無駄も発生しちゃったりとか、有利にもあったりとか、めちゃめちゃ差がつきますんで、これぐらいは最低限しててっていうのを5個選びましたので、いきましょう。今回の動画は何回も見てほしいなと思います。1個目は、科目を把握せよ。国立も私立もなんですけども、どこの学部が何の科目使えるか知ってますか？本当に教養とか結構もともと複雑じゃないですか。 A 方式だ、 B 方式だとか。早稲田もね、入試改革でこの科目使えなくなっちゃったのみたいな、結構複雑になってきてますね。例えばじゃあ早稲田どうしても行きたいって思う、ってことは早稲田数学部受けることも検討してるわけじゃないですか。そうなってくると本当に選択科目するいいのとか考えなきゃいけなかったりするわけですよ。こういうところは早めに知っといてほしいですよね。そうですね。早慶もそうですし、やっぱり上智大学、青学、立教、ややこしいですよ。ややこしいってことは、みんながうわややこしいって思うんですよ、ってことはみんな避けて通るんですね。だからややこしい入試の倍率低かったりするんですよ。ややこしいところはちょっと穴場になりやすいかもしれないですよ。もちろん対策複雑なの大変ですけど、共通テスト必要やったり総合問題必要やったり、ただ大学名だけで目指していると、そんな方式だったの知らなかったみたいなことになりかねないので、志望校をね、私立であっても調べておいてほしいんですけども、国公立ね、一口に国公立といっても対策違いすぎるんですよ、二次試験の科目がまず全然違うし、共通テスト必要な科目が全然違うし、特に二次試験の差がでかいなと思うんですけど、最難関であれば二次でも結構がっつり4教科とか使いますし、でも私みたいに1教科で行けちゃう二次もあったりとか、共通テストで使う科目がこれいらない、これいる、これ使える使えないとか結構複雑なんですよ。原車使えるんだったら原車の方がいいじゃんとか、そういったことは早めに把握しておいてほしいですよね。難関になると原車無理、臨生じゃなきゃダメですみたいなことばあったりするんで、その科目やんなくていいんだ、やらなきゃいけないんだっていうので、全然年間計画変わってきちゃうんで、科目は最優先で把握してほしいなと思いますね。2つ目は、配点も把握せよ。配点ってめっちゃ大事だと思うんですよね、でも意外と目向けてない人多いですよね。そう、言えますっていう志望校の配点、絶対言えるようにしてねと思ってるんですけど、配点ってアクションゲームで言うと急所やと思うんですよ。例えば英語の配点がでかいところは、英語をめっちゃ得意にすれば勝てるわけじゃないですか。確かに。モンスターハンター、皆さんやったことあります？モンハンか。モンスターによって弱い場所とかあるんですよ、逆に背中はもうめっちゃ強いぞとか、ね、だからそこやっても意味ねえぞみたいな、それが配点の低い科目やったりする、要は配点高いところが弱点なんですよ、敵のね。って考えれば、そこを集中的に今からやって得意にしていけば受かるよっていうのが見えたりするじゃないですか。なるほど。英語200、国語100、社会100とかだったら、実質英語2教科分あるんですよ。ってことは均等配分3科目にしちゃうのってちょっと違うよねって話になってくるし、さらに今の科目によってもかかる時間違うんで、1日の勉強時間の話も変わってくる。国公立だと特に顕著で、二次試験で使う点と共通テストの点を合わせたら、理科基礎とかの10倍ぐらい英語が大事とか分かると思うんですよ、でも子供たちは理科基礎やってない、大丈夫かな、心配みたいな風に春から理科基礎変に始めたりとか、おかしなことしたりとかするんですよ、だから配点を見れば、その配点の比率で勉強してくれたらいいからっていうのは、多分一番分かりやすいアドバイスとしてはあるかもしれないですね。3つ目は、出題傾向も絶対把握して。同じ数学でも、出題傾向によっても別の科目ぐらい変わるんですよ、いうのはしててほしい。めちゃめちゃ余裕のある実力があれば、どんな問題傾向が来ても大丈夫ですよっていう風にはなるんですけど、言うてみんな結構ギリギリで受かってこの方が多いわけじゃないですか。そうなってくると、同じ英語でも余計なことやんなくて済んだりとか、こっちやっとかないとまずいよねとか、そういうことが発生するっていうのがあるんですね。国公立の場合だと記述試験が2次で多いってことは、ある程度最終的に英作文もやるんだなってことを念頭に置きながら普段の英語の勉強をしてるかとか、リスニングも共通テストでどれぐらい配点かは大学によって変わってきたりしますけども、リスニング本当に放置する子多いんですけど、直前にリスニングちょっとだけやってすぐ上げる自信ありますかみたいな。私立の英語だと長文中心の大学と文法中心の大学があって、例えば中央とかだと文法が多かったり、近畿大学も文法が多い大学って言われてるんですけど、そういうところだったら文法の勉強がっつりやっといた方がいいよとか、そういう戦略も変わってきますよ、さらに最近その辺を面倒くさくしてるのが共通テスト、共通テストの傾向は傾向であるじゃないですか、で次第は次第で傾向が大学によっても違う、そして国立二次も違うとなると、どこを優先的にやるのみたいな話を考えなきゃいけなくなってくるわけですよ。次第だったらね、それこそ共通テストミックスで受ける青学とか立教とか上智とかの方式も増えてますからね、もちろん基本的には共通して被る部分からやっていくっていうのもあるんですけど、じゃあ残り時間とか配点だったりとか、そういうところも踏まえてどこを優先してやるのかっていうのは考えなきゃ、これはさすがに共通の後に回さなきゃいけないかなとかも考えなきゃいけないと。ここね、激ムズすぎるんですよ。普通の受験生が自分で計画立てるのは僕は諦めてます。なんかそこはちゃんと学校の先生が信
頼できる先生いるんだったら信頼できる先生とかね、先輩とか僕ら武田塾にね相談に来てもらって、うん、出題傾向に合わせた対策年間計画をちゃんと作る必要があるなとは思いますね、うんうん、受験生の本人レベルでやってほしいこととしては、はい、過去問早めに見てください。これを解くんだっていうゴールに向かって、まあ、走っていくと、うんうん、あれこれやってて意味あるかなってことに多分気づくと思うんです、うん、そういうセンサーを持つためにまず傾向をしっかり把握しておいてほしいなというふうに思いますね、うん、4つ目はキャンパスの場所を把握しよう。キャンパスそのものもそうなんですけど、はい、やっぱりキャンパスがある街とか街からの距離、この辺結構重要かなと思ってまして、例えば分かりやすいところでいくと法政大学、はい、市ヶ谷と多摩でありますけども、確かに市ヶ谷はめちゃめちゃ都会ですよでも多摩はどうですか、はい、逆に田舎みたいな山の中みたいな、普段通う街の雰囲気が全然違ってくるわけなんですよね、はい、どっち通ってもちゃんと勉強すれば勉強の面で言えば一緒だとは思うんですけど、ただそれ以外の生活っていうのは結構変わってくるんじゃないかなっていうふうに思いますよね。国公立とかでも横浜国立大学結構聞くと、はいはい、ザ横浜みたいな港未来の絵がね皆さん浮かぶと思うんですけど、意外とちょっと横浜の方では山の方だったりとか広島大学とかもメインのキャンパスは東広島キャンパスって言って、うん、新幹線で広島から行かないといけないぐらい、広島駅にないちょっと離れてたりとか、キャンパスの場所っていうのは調べといた方がいい。入った後ねせっかく頑張って受験勉強したのにイメージと違ったってなっちゃうので、ね、はい、まあまあそうですね、もったいないなと思います、はい、各都市部の主要駅に近いかどうかとかによってもね、はい、アルバイトであったりとか、はいはいはい、遊びに行ったりだったりとか、そういうこともね関わってくると思いますし、最終的に関わってくるのって就活とかもね関わってきたりはすると思うんですよ。どこで就職するかそういうことも重要になってくるんで、まあ、もちろんキャンパスここがいいからっつってそこに受かるっていうわけではないですけども、この大学キャンパスそんなとこにあるんだって、ここはね知った上で受けた方がいいんじゃないかなと思いますし、知っておくことによってイメージ湧きやすいと思うんですよ、うん、ここで自分の大学生活送るんだなってイメージがあった方が受験勉強にも前向きにやりやすいと思うので、オープンキャンパスだったりとかイベントに合わせなくてもフラッて行くだけでも全然雰囲気感じられると思うので、これはねぜひ把握しておいてほしい。できれば行けるんだったら行ってほしい。5つ目、知ってないとまずいのは武田塾の参考書ルートだ。まあ、志望であれば志望、まあのルートがありますし、地方国公立だったら地方国公立のルートがありますけども、ぜひですね把握した上で受験勉強を組み立ててほしいと切に思いますね。それがないとじゃあみんなはどうやって志望校合格のための勉強をするの分かんなくなっちゃいますよね。そうだ、学校についていったらいいのかな、予備校のマーチコースについていけばいいのかなみたいなね、うん、じゃあ何やるのと、どの内容が頭の中にぶち込めればマーチ受かるのみたいなことを具体的に把握できるのが武田塾の参考書ルートなんですね。そうですね、まあね本当にもうねあのゼロベースですね。これから受験勉強を組み立てますみたいな人はまずは武田塾に受験相談行って、武田塾のルート志望校に合わせたものをもらってそれを進めていくっていうのをまずスタートにしてほしいんですよ。そうすると大体全体像がそれで見えるようになるんで、それしっかりやった上で各大学の過去をみっちりやってもらえれば受かるプランっていうのを考えてますので、それをやってもらうのが一番早いと、逆に言うとそれ以外何やんのみたいなぐらいまで思っちゃうところではあるんですけど、少なくともカスタマイズにするにしてもそういう軸に関しては持ってた方が絶対いいと思いますね。勉強の計画がね最重要なんで、受かる回転をしろとか傾向をしろ、その後じゃあ実際何やるのかっていうのは自分で立てるの相当難しいと思うんで、はい、ぜひ武田塾の参考書ルートを無料で開放してるものなんで使わない手はないなと思います、はい、ルートに関してはねこちらの動画でも詳しく熱く語っておりますので、こちらも見てみてください。ということで皆さん新受験生とかね1年生もしかしたら来年これから高校生になる人とかいると思うんですけども、大学受験早めにこうした情報を持ってるかどうかによって全然戦略的に変わってくるので、これぜひ把握した上で皆さんそれぞれの志望校を目指していってほしいなと思います。今回は以上です。高田先生、はい、武田塾の無料受験相談ってどんな話するんですか？受験生のみんなが抱えてる悩みを武田塾のスタッフが解決に導いていきます。今の勉強法のまずい部分だとか、それを無料で全部あなたに教えますよ。今から勉強を始めた高1高2生も、うん、焦ってる受験生も、うん、ぜひ来てほしいですね。詳細は概要欄をご覧ください。